内田彩 J カントリー。皆さんこんばんは、内田彩です。さあ今週も始まりました、内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽を KBS 京都のスタジオからお送りする30分です。さあ内田彩はですね、今アメリカカンザスのジャパンフェスの出演のためね、今アメリカにおります。というわけで今週も録音放送でお届けしたいと思います。今週もね、いろいろ楽曲ゆっくり解説付きでお届けしますので楽しんでください。それではこの後6時まで内田彩とお付き合いください。この番組はキルガン万浴 BS ファイン鴨繊維の提供でお送りします。鴨繊維という会社をご存知ですか？日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キルガン万浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい。繊維の力で明日を変える、鴨繊維株式会社。内田やアルバムあなたの板町、アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田や6枚目のアルバムあなたの板町、詳しくは内田やオフィシャルウェブサイトにて。内田や J-Country KBS 京都からお送りしています。今週はですね、皆さんに元気をお届けしたいなと思って、いろいろ選曲してきました。まず1曲目はですね、内田やマイゴール、これをお届けしようと思います。この曲はね、以前ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅という高重勝彦さんという方がね、世界を走ってらっしゃる、そのサポートソングとして作らせていただいた曲でもあるんですけれども、実際に自分自身もちょっと走りながらね、走るって大変ですもんね。まあ実際に走ったりしつつ、いろいろこう前に向かうこと、前に向かって目標に向かって突き進むこと、そんなことをね、いろいろ考えながら思いながらこの歌詞を紡いだ曲となっています。いろんな方のね、なんかこう背中を押せるような曲になったらいいなと思って、はい、今週もお届けしようと思います。では聴いていただきましょう、内田彩でマイゴール。
内田屋JJカントリー KBS 京都からお送りしています。あなたの体を冷え疲れから守るキルガン盤浴 BS ファイン。寒暖差が激しくなってきましたね。まあ秋ですね、どんどん秋になってきてるって感じですけれども、はい、まあ、今週もこの方とお電話がつながっておりますよ。キルガン盤浴 BS ファイン鴨繊維株式会社代表取締役の角野光俊さんです。もしもし。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうだんだん ね秋って感じになってきましたね、そろそろね。はい、はい、で朝晩ちょっと冷えていきだしましたよね。そうですね、もう着るものも長袖かな、うん、って感じですね。はい、長袖でちょうど春と一緒で、はい、あの衣類選びにちょっと悩む時期ですよね。そうなんですよ、この時期は本当に難しい。はい、はい、でそんな時に、うん、あのまあ、私もあやさんにも、ね、いつもあのご愛用いただいている、はい、BS ファインのインナーウェア、インナーシャツもずっと着てます私。はい、はい、でこれね、うん、本当に1枚着ていただくだけで朝夕の冷えも、はい、それから日中まだ暑い日がありますからね、そういう時でも汗をかいたり蒸れない。あ、で、あの私よく体験するんですけども、はい、私一年中やっぱり BS ファイン着用してるじゃないですか。はい、で朝方、まあ、出張なんかで信号待ちしてるとですね、はいはい、みんな今日寒いですよねって言うんですよね。あ、はいはいはい、で私なんでって思うんですよね。変な話ですけど。なるほど、だからそういう時も本当に、はい、まあ、体が温まってその体温を蓄積して守ってくれてるので、はい、その朝の寒さってこの時期あまり感じないんですね。そうですね、確かに BS ファインを着用してたり、それこそまあ寝具もね BS ファインとかありますけれども、なんか芯まで温まってるのか、そんなめちゃくちゃ寒いなって思うことがないですよね。だからキルガン盤浴っていうあのネーミングなので、はい、なんか着用すると汗をどんどんかいて蒸れてね、はいはいはい、汗でベタベタになってこんなもん着れないって思われる方もイメージとしてはね、特に夏場でもねおられたと思うんですけども、はい、実はインナーウェアを着用された方はほとんどの方がリピートされてる。そうなんですね。ってことはもうめちゃくちゃ良かったからリピートするってことですもんね、やっぱり。そうそうだから、うん、あのインナーウェアってのはもともと私どもは、はい、あの大手肌着メーカーのずっと今年で、はい、49年、来年の8月50周年になるんですね。わー、すごい。実は、はい、未だにあの BS ファインもやってるんですが、はい、このメーカーさんにお世話になったので、その肌着もまだ作ってるんですね。そうなんですね。そうなんです、だからそういった理想の肌着が作りたいと思って作った素材がこのキルガン盤浴 BS ファインなので、あ、なるほど。であの例えばスタンダードのインナーウェアって、はい、ちょっと1枚持っていただいても透けて見えるんです。そうそう、あの薄いですよね、普通にね。そうです、うん、ところが着用すると当然ながら上にね、あの着衣アウターとか着ますから、はい、本当になんか、あったかいようであったかくない。わかります、これが BS ファインの不思議な感覚なんですけどね、うん、ところが寒いところに行くと本当にじんわり暖かく感じ、暑いところでも暑く感じない。そう、ここがポイントだったんですね。だからこそ年中ってことですよね、着用できるのが。うで、この生地っていうのはフライス生地、ゴム編みっていうんですけど、伸びるんですね、はいはい、よく。そうそう、伸縮性すごいあります。はい、着用していただいても、はい、体の動きを本当に妨げないんですね。あ、で肌着っていうのは、はい、やっぱりあの体の冷えとか、はい、それから汗をかきますから汗を吸い取ったり、うん、本当に健康のためには最も重要な、肌に一番近い大切な衣類なんですね。絶対に肌着一枚は着用した方がいいって言いますよね、夏の暑い時でもね。そう、若い方ってね、なかなかそういう肌着を着用されない方はおられるんですけども、うん、でも一枚着るだけで自分の体温を守ることができるっていうのは、うん、なかなかないと思うんですね。本当に私もあのリアルにこの BS ファインのインナーシャツを本当にめちゃめちゃもう毎日着用してるんですけど、スタンダードの半袖シャツやタンクトップの形、はい、あとボーダー生地です、はい、ちょっと薄めのね、はい、生地のやつだとか、あと八分丈のシャツとか、まあ、季節によってちょっとこれからでしたらね、はい、そういうのも着たりしてるんですけども、やっぱり
それをね着用していることによって、夏場はもちろんその蒸れないし快適だし、はい、冷房とかでは冷えなくてちょうどよくって、でこれからのこのまさに今の寒暖差が多い季節はなんかね、この1枚着てることによって、その社長もさっきおっしゃってたみたいに寒くないとか冷えてないんでしょうね。温まってるから周りが結構寒いねってねおっしゃってても、いやそうかなみたいなことは本当に私自身もすごく感じますね。だから、うん、BS ファインってね、実は暑くも寒くもないんですね。はい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 。というのは体温保ってるだけだからですね。ちょうどいい温度にしてくれてるっていう感じですかね。これが最大のポイントなんです。うーん、でやっぱり着込む必要がないので、私、はい、あの冬場になってもコートを着ないっていう話をよくさせていただくんですけども、いらないですもんね。いらないんですよ、はい、ね、うん、でこれあの日中もそうなんですが、はい、あの朝晩がやっぱり冷えてくる、あの夜お休みの時に着用していただくと、はい、お風呂上がりにすぐ着ていただいても全く汗をかいても蒸れること全くないですからね、うん、さらっとしますもんね。そうです。でそのままのぬくもりのまま朝までぐっすり快適に眠れると思います。嬉しい。いやでもこれレディースのもありますし、もちろんメンズのね、U首のタイプとか丸首のタイプ、はい、半袖シャツとかもありますし、はい、本当にあのレディースメンズそれぞれあの用途に合った形でインナーシャツ選んでいただけますもんね。はい、だから今の時期はもうスタンダードで十分ですから。そうですよね。ぜひ一度試していただければ、あのこう本当なんだってことを分かっていただけると思います。いやもうこの本当にインナーシャツ1枚あったら、上の服、そうですね、これからの季節ちょっと服悩む時も、まあ、とりあえず BS ファイン着てたら安心だなっていうのもありますし、すお腹周りも全部あの、うん、注意が必要なんですが、はい、パンツの中が最後 BS ファインになってしまうんです、ね、確かにそう、季節によって変えなくていいんで、もうね、あの季節シーズンごとのインナーシャツとかにわざわざ変えなくていいね、はい、年中これでいけるっていうのがありがたいポイントの一つですね。だからこれが寒くなっていくと、まあ、コロナが少しずつ落ち着いて海外に行かれる方はいますよね、はい、あの暖かい子に、はい、同じ格好で行けますから、ね、それがすごいで洗ってもすぐ乾きますからね。これは旅行にもぴったりですね、 BS ファインのシャツね、はい、ぜひあのお試しいただければ、秋から冬にかけて本当に快適に過ごしていただけますので、ぜひお試しいただければと思います。ぜひとも、あの皆さん本当に、ね、いろんな、ね、シャツのタイプもサイズもありますし、カラーもありますしね、それぞれ用途にあって選んでいただけたらと思います。あのホームページもございますので、インターネットからは着る岩盤浴や BS ファインでぜひ検索してみてください。そしてあのいろんな商品が載っている無料のパンフレットがありまして、社長これ新しいのが秋冬号がついにあやさんが出ている、そうなんです、カタログが出ましたので、まだあの、ね、今順番にお送りしてますけど、まだゲットされてない方はぜひお申し込みください、はい、ぜひともあの私も BS ファインのカタログにデビューしております。デビュー、まあね、何回目かな2回目載せていただいているので、もう超愛用者なのでね、あの載せていただいて、はい、ぜひ皆さんまたそちらの方もねご覧いただけたらと思います。そのパンフレットのねご請求先言っときますね。あのサンプルリストバンドも1枚セットでお送りいただけますので、手首や足首にはめてぬくもり実感してみてください。着る岩盤浴 BS ファインの問い合わせ先です。 0120-259-7890120-259-789カモ繊維までお問い合わせください。というわけで私も新しいカタログも楽しみにしておりますので、はい、はい、ありがとうございます。というわけで社長また来週もいろいろお話聞かせてください、はい、ありがとうございました。のスタジオから今週も録音放送でお届けしております内田彩 J カントリー。さあ引き続きですね、私の楽曲をお届けしていこうと思うんですけれども、2曲目はですね9枚目のアルバムハッピーティアーズに収録されている未来への光お届けしようと思います。いろんなことがあってね、人生っていろんなことがあって、やっぱりちょっと休憩したかったりね、ちょっとまあここでストップしてまた次に向かうためのね、ちょっと休息ポイントだったりっていうのもあると思うんですけれども、でもまたその先の光を決して見失うわけではなくって、またその光を探しに行ったりとかして、うん、だから何でしょう、全部許すことも大切だし、だけどまた先を見ることも大切、なんかそんな思いで、書いた曲なんでございます。
はい、皆さんのね、またこれも何か心の栄養になったら嬉しいなと思い、お届けしようと思います。聞いてください、内田彩で未来への光。お聞きいただいたのは内田彩で未来への光でした。さあ3曲目はですね、もうこの曲はもう元気いっぱいでございますよ。はい、10枚目のアルバムハローマイソングスに収録されている一輪の花、これねミュージックビデオも作りましたけれども、はい、まあ、この一輪の花が丘の上にあって、それをこう必死に走って見つけに行ってみたいな感じのストーリーになってるんですけれどもね、もう元気いっぱいに皆さんにお届けしたいと思います。では聴いていただきましょう、内田彩で一輪の花。丘の
内田や J カントリー。カモ繊維という会社をご存知ですか。日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キル岩盤浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい。繊維の力で明日を変える、カモ繊維株式会社。内田やセブンスアルバムミュージックボックス。心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田やセブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田やオフィシャルウェブサイトにて。内田やカントリー。 KBS 京都からお送りしています。今週は録音放送でお届けしてまいりました、内田彩 J カントリー。さあここでね、イベントのお知らせでございますよ。ライブでございます。まずは10月29日土曜日、 KBS ホールで開催されます笑福亭公平のほっかほかラジオ放送6000回記念イベントね。すごいですよね。さあこちらにですね、私出ます。9時30分会場で、入場無料で、私いつものごとくウェルカムライブをさせていただきますので、9時35分ぐらいかな、それぐらいかな、はいそれぐらいから歌いますのでね、ぜひ皆さん朝一でいらしてください。朝早いけど来てね、待ってます。はい、10月29日土曜日KBSホール待ってます。そしてその翌日10月30日日曜日がゼストお池、今回ね河原町広場、いつもね午後町なんですけど、今回は河原町広場で開催のハロウィンイベント、ハロウィンイベントで、2時頃から歌いますので、ぜひ皆さん10月30日日曜日はゼストおいで河原町広場2時頃来てください。お待ちしてます。さあ来週はですね、いよいよ生放送でございます、帰ってまいりますので、というわけで来週のメッセージテーマ言っていきましょうね。来週のメッセージテーマは我が家のスープ。我が家のスープ、まあちょっとね涼しくなってきて寒くなってきて、スープが美味しい季節にねなってきましたね。皆さんどんな感じでスープ、こんな具材入れてとか、こんなスープうちを作るよとかね、こんなレシピ美味しいよとか、ぜひ皆さん教えてください。メールアドレスはaya@kbs.kyoto、 また KBS 京都のホームページにリンクされている番組ホームページのお便り送信フォームからもメッセージ送っていただけます。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様に番組オリジナルステッカー、そして BS ファインのサンプルリストバンドリパンフレットをセットにしてプレゼントいたしますので、欲しい方はね住所とお名前も一緒に書いて送ってきてください。よろしくお願いいたします。そして私のね毎日の様子は内田彩青い空ブログ、これね毎日アップしておりますので、アメリカの様子なんかもねアップしてますので、ぜひよかったらご覧ください。そして今日ねいろいろ楽曲をお届けしましたけれども、私のね楽曲は iTunes や Amazon でもゲットしていただけますし、あとミュージックビデオは YouTube の方にもいろいろアップされてますのでね、よかったら内田彩AI ひらがなで検索してぜひ聴いてみてください。よろしくお願いいたします。というわけでまたね来週は生放送なので、ぜひ皆さんのいろいろメッセージ読むのも楽しみにしてますので、どんどん送ってきてくださいね。よろしくお願いいたします。それではまた来週夕方5時30分にお会いいたしましょう。お相手は内田彩でした。バイバイ。この番組はキル岩盤浴 BS ファインカモ繊維の提供でお送りしました。